旧駅舎、渡瀬駅は、福岡県宮市高田町の尾瀬にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB24、駅構内。抽選は撤去されたが、形跡が残っている。短式ホーム2面2線を有する地上駅。以前はもう1線を有していたが、抽選が撤去された。互いのホームは、古線橋で連絡している。駅舎は西側にある。 宮町観光協会が駅業務を行う簡易宅駅。近距離切符の自動券売機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。宮町高田町の中心部に立地している。駅前の県道を150メートルほど直進すると、国道208号との交差点にたどり着く。 JR 渡瀬駅前交差点を右折し国道上を200メートルほど北進したところにある農瀬交差点で国道208号から国道209号が分岐している。国道208号の一部と国道209号は高田町内で鹿児島本線に並行している。開業当時の地名が由来。渡瀬は古くから楠田川と熊川に挟まれた。 三池街道の宿場町として栄えた町で、駅名が二川にならなかったのは当時は二川村よりも渡瀬塾の方が知名度が高かったことや、隣軍の山軍にも二川村が存在していたからである。駅名を二川駅にする案もあったのだが、1896年に東海道本線に二川駅が開業してしまったため、結局二川駅になることはなかった。渡瀬地区は、 地区改正で縮小したものの、今も、西鉄渡瀬駅との中間くらいに現存している。なお、渡瀬の由来は、この地が熊川を都市して渡れる瀬が多いことから、来ており、二川村の、二川とは、楠田川と、熊川のことである。ABCDEFGHI、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、枯れ川駅、大畑駅ほか、 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、22ページ。交通新聞、P1、国土数値情報駅別上報客数データ国土、交通省、2020年9月5日閲覧。ありがとうございます。